ダッシュで行こうぜ。どうもありがとうございます。刻んで行こうぜ。本気ならアシックス。なんかまた見たことある光景みたいな感じですけども、なんかね、この色逆にもう落ち着くガチガチのやつではなくて、いつもの2人をお呼びしてのアシックスの楽しい会になってます。マジで楽しみ。今年もね、春はやってきます。春はやってきます、皆さん、はい、ということで早速ゲストのお二人呼んでいきたいと思います。アシックスの小石さんと草野さん、お呼びします。どうぞ。はい、ということでアシックスの小磯さんとアクセルトラッククラブの草野先生に本日も来ていただいております。この価格が揃ったということは、そうです、アシックスのシューズでございます。小磯さん、なんか今日この全身を言ってパッチリアシックスの感じに収めさせていただきまして今までって結構トップモデルというか、その先生にコメントいただいたものもあるんですけども、はい、今回は結構ベーシックというか、これから陸上を始める方に向けたものを、陸上の基本の木というか、何を買ったりとか、これから陸上を始める方にいろいろコミュニケーションするためにご協力いただきまして、初心者向けと。そうです、簡単に言っちゃえば、はい、分かんないですかね。僕も陸上を始めたての時、最初短距離だったんですけど、何買っていいかやっぱ分かんなくて、うん、ということで早速説明の方入っていきたいなと思います。それではいってきましょう。人参ダッシュで行こうぜ。はい、ということでここにずらっとシューズが並んでおりますけど、小石さん、はい、これは一体、まあ、先ほど冒頭にありましたけど、今日本当に初心者向けといいますか、これから陸上を始めていくって、陸上を始めた時に、まあ、今回やっぱアシックスのラインナップとしましては、まあ、その初心者っていう向けたところでもラインナップがありまして、これから陸上を始める方ってなってくると、この今並んでますエポートっていうところがまずお店さんが勧める商品になってきますので、ここをしっかりと深掘りできればとは思っています。来ました、はい、エポートです。TKT プロジェクトでエフォート出てきたことないんですよ。今回こんなもういきなり勢いを増して出てきた時ですね。初心者のやっぱモデルなので、逆に武田君もそうですけど、シニアになってくると見る機会、触る機会がないものですけど、初めて陸上をやる人にとっては多分初めて出会う陸上専門の靴になってくるので、結局陸上競技ってなんだろうっていうのをある種これを通して知っていくというので、結構初心者モデルってこうバカにできないというか重要なエッセンスだと思うので、まあ、初めてやる人はまあこれを見て知ってほしいですし、逆に多分保護者の方も見てるかと思いますし、まあ、先生の方もやっぱ最近もういろんなところでトップモデルの商品とかそういうのも出てる中で、まあ、なぜこれを選ぶのかとか、そういったものも伝わればいいかなと思いますね、はい、相変わらず小石さんと草野さん話上手ですねいずれ確かに2人いらねえちゃう。これいらねえ。一回フェードアウトしてみる早速、はい、小石さんの方から説明して、はい、はい、ありがとうございます。ダッシュで行こうぜ。まずエフォートっていうのが、まずじゃあ何の種目かっていうと、これがまた珍しいのがトラック全般っていう。トラック全般、だから何だっていうと、まあ 100m から 1500m まで中長距離まで対応しますよっていうようなイメージもあると思うんですよ。短距離したいな、中距離したいなとか、特性だとかいろいろやっていく中で、顧問の先生、コーチから君こっちの方がいいんじゃないのっていう声ってやっぱあると思うんですよ。まず本当にビギナーのというか、これから始める方にはまずエフォートを試していただくっていうのがまず1歩目。1つ目のポイントは対応種目が幅広いというのが選びやすいというのが一番大きいポイントになってきます。お値段も非常に、まあ、お手頃、一番安いお値段にしてますので、これから陸上を始める方ってアパレルも買わなきゃいけないとか、ソックスも買わなきゃいけないとか、いろいろある中ではお手頃のエントリーモデルっていうところで価格も抑えてます。多分店舗によって値段違うと思うんですけど、大体いくらぐらいですか？これが9300円。スパイクって言われたら破格ですよね。そんな、うん、今のご時世スパイク2万円ぐらいですねっていうイメージはやっぱりなんか長く続けてると、ね、バックモデルは倍ですからね。まあメタスプリント打てるかなと思うんですけど何でもできるっていうのは結構すごく大事で、始めたばかりの中学生とその時期って何が向いてるかもわからないと思うんですよね。走るのが好きでやってて、君は長距離の特性があるよとか、またはハードでやってみたいなとか、友達が幅やって楽しそうが幅やりたいとか、そういうことがたくさん出てきて、その度に毎回靴とか変えるわけにはいかない中で、いろんなチャレンジができる、まあ、そういった受け入れの幅がすごく広いのがエフォートというモデルの特徴だと思うので、そういう意味ではすごい自分の可能性を発掘する時期にすごくおすすめじゃないかなと。ちなみに草野さんも履かれたことあるんですよね。僕は最初これでしたね。カラーリングもこういうモデルで、ひどいこと言っていいですか？面白くないカラーなんですよ、うん、白にベタッとした赤と青みたいなので、はい、初心者だろみたいなのがすごく多かった中で、こういう例えばこの青いやつとか、こういったカラーってこうトップモデルとやっぱ同じ色なので、やっぱそう思うと陸上界のトップ選手となんか同じような靴を履いているような気持ちにも慣れて、カラーバリエーションもすごくあるので、はい、ちなみに吉木さんと武田君、はい、どれ履きたいですか？せーので指さす。かぶったら結果ですね。結果です。いいっす。せーので、おーってやっぱ平和に終わります。ダッシュで行こうぜ。
まあ、さっき初心者っていうところでお話ししたところ、うん、あともう一個のポイントが兼用モデルっていうところなんですね。学校の練習環境が土ですよと。ありますね。試合は今ここに映ってるようなオールウェザーの走路であった場合、ピンを付け替えれば両方とも行けますよっていうのが非常に強み。練習は土だけど競技場は、オールウェザーだから付け替えれば1足で行ける。なるほど。2足買わなくてもいいよというのが兼用モデルの特徴になってる。あとは初心者の方に特化していくっていうところで言いますと、まずこのプレート、裏側のこのプラスチックのプレートがありますけども、はい、これが特徴的でして、もう一個上のヒートフラットっていうモデルと比べてもらうと分かるんですけど、上になるんですかモデルが。これが少し上のモデル、兼用モデルの上のモデルになってきます。まあ専用種目決まってきますよ。ここのデザイン、こういうまあプラスチックの素材を見てもらうと、横にこうデザインが入ってるのが見えると思うんですね。こちらは縦に入ってると思うんですけども、はい、これがポイントになってきまして、横に入ってることによって曲がりやすく、まあ、折れ目ができるんですよ。なるほど。やはり筋力がどうしてもまあ未発達、これからトレーニングしていこうって方は押す力もどうしてもやっぱつかない、足を曲げるっていう筋力もない中では、やはりこういう動きっていうのがやっぱできる優しさっていうのがこのプレートデザインになって、少しレベルが上がると縦にデザインが入って、少しこの剛性といいますか、この反発硬さが出てきますんで、なるほど。まずエフォートっていうのはその足入れ感、そして柔らかさっていうのが非常にいいというのがこのプレートのデザインになっています。初心者に優しいプレートってことですね。そうですね、はい、初心者の方に今向けた、まあ、特別仕様のこのデザインという形のものがエフォートに使われていると。先ほど、まあ、競技種目が100から1005っていう話をしましたけども、ここの、 かかと部分のラバー材、ゴム材がエーハープラスっていうのが書いてありますけども、まあ、これ耐摩耗性に強い、耐摩耗性ってあの削れにくい、耐久最強の耐摩耗をね、はい、そうです、はいはい、短距離ってやっぱり中足部から前足部分を使うんですけども、中長距離になってくるとやっぱりかかと部分を使ってくることが多いんで、はい、そういう時でもここが削れないような、まあ、マラソン中ってよく削れると思いますけども、なかなか削れないような、まあ、ラバー材を使ってるんで、摩擦、土のグラウンドでどうしてもやっぱ削れやすいところっていうのがなるべく防いでいこうというような耐久性も考えられたラバー材を使っています。これは陸上界のスーパーマリオです。大体スーパーマリオのオールラウンダーに動けるイメージがあるんですけど僕のチャンネル陸上経験者とか、うんうんうん、今からする人って見てる方多いと思うんですけど、説明できる人っていないんですよ。持ち帰って学校でドヤ顔で喋ればいいんですよ。後輩とかがスパイク迷ってた、お前の筋力では今こんぐらいだからこれがおすすめだよいう説明もこの動画で分かるってことですもんね。このぐらいのさ、中学生の子って初心者モデルってなんかダセーって言いそうだけど、これ今のしっかり理解してれば逆に分かった。初心者の人が先輩に、まあ、マッスル入ってんのって分かってます、この機能性みたいなすいません、ちょっと話が出せますプレートも実は長いんですよね。あ、そうです、そうです。シューズにピンつけられるだけっていうスパイクも、はい、まあ、すごく多いんですけど、ここまであることでやっぱ陸上スパイクの基本的なやっぱプレートがあるっていうのをやっぱ経験できるので、うん、はい、でなおかつ柔らかくなってやっぱそこにやっぱ大きな違いがあるんじゃないかな、うんうん、ちょっと待ってください、草野さんまた会議に入ってなかったですか、大丈夫ですかアシックスの開発会議入ってなかったですか入ってなかった今のところ大丈夫です。今のところ大丈夫でいこうぜ。アッパーも特徴的なのがあるんですけども、これがヒートスプリントっていうんですけども、はい、人工威嚇っていう硬い材質のものがあるんですけど、まあ、これがあればあるほど足をガチッとこうホールドしてくれるんですね、うん、ただデメリットはどうしても硬さがある。でこちらはメッシュがあるんでこれ柔らかいんですよ。でこれはメリットは通気性がいい、長距離走っても蒸れないとか、うんうんうん、足当たりが少ない。デメリットはブレる可能性がある。まあ2つの素材があるんですけども、これを両方とも両立させたのがエフォート。つま先部分、親指の部分って汗かきやすいのでそこはメッシュにしてるけど、中足部分の足の真ん中部分はしっかりと押さえたいので人工比較を張ってますよと。どっちもいけるようなデザインっていうのがプレートもされてるしアッパーもされているっていうのがこのエフォートの特徴になってきて、レベルが上がってくればより競技に特化した作りっていうのができてくるし、素材も変わってくるし、サポートの手法も変わってくる。これがまずスタートだよ。どっちもいけるよっていうのをデザインにしたのがこのエフォートの。いいですねこれ。アウトトリガーついてるんですよこれ何それいやこれなんかバスケットは球技トリガーっていうんですけど、走るときにこうやって足が横に結構ブレることあるんです。小指側からついた時に体重がこう横に抜けちゃって、で靴から指がこうはみ出ちゃう。なんかこの辺破れてる見たこと。僕そうでした、ね。負荷がかかりやすい状態なので、ここを厚くしてブロックすると同時に逆にこういう摩耗を防ぐようにわざと2枚張りになってます。そうですね、はい。逆にこれ多分こういう風になってくるともうなくなってきちゃうっていう。機能が上がると重くなっちゃうので、極力自分で押さえてねっていう話に。はい、こうなってきたんですけど、うん、そういう対応もしてるんです。いいっすねこれ安いからどうこうってわけじゃなくて、ちゃんとしたものっていうのが、初心者の方に合わせたような値段設定で、まあ、頑張ってると思っていただければと思います、はい、初心者の人はこれ買っとけば
いろんなこと対応できるので、そうですね、はい、学生時代知らなかったことが多いので、今こうやって説明してくれることもで、今その社会人で改めて始めている状況ですけども、知っておきたかった知識だったので、これは知っておけばもうちょっとあそこでこういうことができたんじゃないかって思う知識を今小磯さんと草野先生がちょっと話してくださっているので、これはぜひ皆さんに初心者だけじゃなくても生かしてほしい知識であるなっていうのは感じております。初心者の方、初心者じゃない方もね、ぜひこちらのエフォートぜひ進めてみてはいかがでしょうか。ということで、このスパイク解説動画分かりやすいなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ。